低い方でしたよね。あ、もちろん。低い方がいいよ。そうですか。今日はやっぱり00の2ですか。1.75 ですね。最初はね。最初から予約スポットも、あともやり方がなくなって引き出しがなくなるんですね。最初から予約。確かに。お、今日の朝飯は得意のローソンのおにぎり。いやいや、おにぎりじゃない、これパン。あ、パンやった。お気に入りのローソンのおにぎりは今日ほとんど売り切れてましたね。あらら。海の神様、釣らせたまえ。お願いします。坊主はやだ。あ、だいぶ明るくなってきた。見えにくい。とは言えてる。お、これ年ヶ瀬方面に潮が走ってますよ、いい感じで。うん。雪が見えない。年ヶ瀬方面じゃなかった、左に行きよった。
よいしょ。あれは黒じゃないかな。黒やね。よし。しぶと。いきなり釣れちゃった。まあまあですよ。でも小さくない、そんなに小さくない。いわゆる流し釣り、流し釣り。来た。おーおーおお。まだ来た。えら強かったです今の。足元で来たと。足元で。ああお長かもね。あ、針外れ惜しい。お長やったらちょっと針が小さいけんね。今日は一匹釣れたらいいって言ったのに、もう目標達成したよ。あ、来た。あ、いいぞ。いい曲がり、いい曲がり、いい曲がりだ。結構先で来たでしょ。2本ぐらい。あ、おお、黒だ、黒黒。あら、あら、外れた。あー残念。お、また来た。おお。おお、黒黒来た。さっきのやつかな。おー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 。遊んでますね。やっぱビューと持っていったでしょ、道と。いや、そうでもない。持ってかねた。浮きが入るのが見えたんですか。いや、今んとはね、うん、回収しようと思ったら来た。あ、回収しようと思ったら来た。どうしようかなと、本格的に。外れた？何だこれ。ん？なんか変な魚だなこれ。お？何これ。突然なんか頑張り出した。なんで？あ、そうだ、そうだ。お、これは太鼓がある。太鼓殿下だ。肩はそうよくないけど。
ああらら、やっぱカラスは穴ぶってはいけないですね。カラスは何でも食うからね、容赦ないから。これいい感じの塩ですね。久しぶりだこんな塩。うん、久しぶりにこの沖に向かって程よい速さで走る潮って久しぶり。でもなんか当たりは本当じゃないですね。なんか勢いのいる当たりじゃないもん。なんかふわっとした当たりだもんね。潮が激流になってきたですね。速くなってきた潮は。もう浮きが見えんもん、遠くに流れるもんだけ。お、あ、とんとん、これはちょっと強い。これはちょっと大きい、多分。
あ、一緒ですよ。あ、関係長くたってさ、針の大きさは。よいしょ。あ、強い。よし。頑張れ。3号じゃん。3号。おおおおおお。3号の1.5やけど。すごい。落とした。ああ。あ、白い。そう、白そう、白装束。うわー。早くも実は目覚めた。開いた。貴族を釣ってしまいましたね。またもうやる気がない。お、来た。手前は石積み。うん、あー、石積みか。なんかちょっと引きは椅子っぽいけどな。木は椅子っぽいが、最後まで椅子だ。椅子。あ、お、長く来た。白装束。椅子だな、この引きは。あれ抜けた、椅子だ。海だ。はい、椅子積みです。はい、よかった。はい、遠投しても椅子積みです。あー、叩き寄る。叩き寄るね。あー、はい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 、椅子積みです。この引きはもう間違いない。あ、椅子でしょ、この引きは。
イスズミか、ああ抜けたー。やっぱりますますイスズミだ。もうここら辺ギンギラギンがいっぱいおるですよ。やめましょうかね。もうほら難しいわ。Thank you.